ガイルドルフはドイツビュルテンベルク州シュベイビッシュハル軍に属す軍所属し人口は約12,500人地域の南から北へコッハー川が貫いて流れ幅の広い谷を形成しているガイルドルフの近くでロート川がコッハー川左岸から合流してくるコッハー川渓谷の両岸は樹木豊かな高台となっている西がマインハルトの森東がリムプルクの森である ガイルドルフは、シュベービッシュハルの南に広がるリムプルガーラントの中心地である。ガイルドルフに隣接する市町村は、西から時計回りに、フィヒテンベルク、オーバーロート、ローゼンガルテン、ミヒエルバッハーンレアビルツ、オーバーゾントハイム、ズルズバッハラウフェン、クシュベントである。クシュベント以外はすべてシュベービッシュハル群に属している。ガイルドルフは10の市区と、中核地区からなる。市区は、 オッテンドルフ、オイテンドルフ、ヴィンツェンバイラー、クロースアルトドルフ、クラインアルトドルフ、ミュンスター、ウンターロート、ブレッキンゲン、シェーンベルク、ライパースベルクである、ガイルドルフは1255年に初めて文献上で言及され、1404年に都市圏と市場開催圏を皇帝ループレヒトから授けられた。ここにはリムプルク懇赦自獣の宮殿があった。 1806年からは、ビュルテンベルク王国に属し、オーバーアムトの所在地となった。その後、ガイルドルフは、バックナング軍の所属となったが、1973年の軍再編により、シュベービッシュハル軍に編入された、球場艦ガイルドルフ野外劇場は、校舎が運営している。ガイルドルフの中心には、例えばリムプルクコンシャクジジの宮殿として、 用いられていたアルテシュロスやプロテスタントの死教会や、かつての堂々たる死壁といった見応えのある建築が残されている。暑い日中には、キーゼルベルクの光線で水浴できる。この施設は、広々とした日光浴く芝地を持つ、総面積約7ヘクタールの広大な面積を持つ。ガイルドルフを連邦道 B19 号線が貫いており、これに、 連邦道 B298 号線が交流するガイルドルフ西駅はニュルンベルクシュトットガルトを結ぶムル鉄道の駅である。オベーレンコフハータール鉄道には市の中心近くにガイルドルフ市駅がある。だが、この鉄道の旅客運行は停止されている。バス路線16系統がこの市とシュベービッシュハルトを結んでいる。また、 この他にもローカルバル路線が走っている。この市は、シュベービッシュハル群の交通連盟に加盟している。ガイルドルフは、プロテスタントのビュルツブルグ地方教会ガイルドルフ、教区の本部所在地である。この市には、内科、外科、産婦人科を備えた病院がある。ガイルドルフには、シェンクフォン・ルムプルク・ギムナジウムや、 シュロス実家学校を含む多くの学校がある。これらの文献は、ドイツ語版の文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して、直接参照してはいない。ありがとうございます。